はい、それではね、今回は演習問題7番のね、まあ、問1、問2と、あと問3のね、括弧1とやっていくかなと思います。まず問1番。問1番ね、穴埋め問題で、穴埋めの回答こんな感じなんですけど、まあ、そんなにほど生物選択者にとっては難しいものはないかなと思いますね。まあ、ちょっとね、一応チェックしておこうかなと思うのは、反数体と、ちょっとコルキチンの話でね、ちょっとしようかなと思います。はい。ね、反数体、まずね、まあ、聞いたことあると思うんですけど、反数体ってね、何を基準に半分なのか、ね、何を基準に半分なのかなってね、やっぱ気になりますね。気になるんで、ちょっと考えてみよう。ね、普通、ね、普通の生物、ね、一般的なね、僕とかね、まあ、僕一般的かどうかわかんないですけど、ね、まあ、普通の人ね、人とか、まあ、マウスとか、まあ、お猿さんだったりとか、あの辺のね、まあ、染色体の構成はよくね、2N って書いて、まあ、服装ですよね、これ。これが基準なんですよ。こいつが基準で、これの半分になってると、ね、染色体がね、これ染色体 2N ってね、同じやつがね、2本ずつあって、ね、人だったら46本あって、症状倍だったら8本あるというわけでしたから、ね、そのこれが基準になって、まあ、人だったら46、例えばね、になってて、でこいつを基準に、まあ、半分になったんやったらね、N で、これで23、ね、こういう状況は、まあ、要は半数体になってるわけです。こういうので個体になってたらね、個体になってたら半数体。個体じゃなかったら半数体って言いませんから、ね、こういうので個体になってれば半数体ね。で、まあこれ逆にね、まあ、これ例えば 人で半数体はまあないですけどね、まあ、しかもこれ人でさらに次の話していく倍数体もないんですけどね、こいつの染色体が1セットね、また増えましたよ、ね、1セットね、増えましたよ、要は23本増えましたよみたいなことだったらね、3M ってなるんですよね、3M。で、これ全部何本ですか、69本ですか、ね、こういうふうになって。こういうのね、3倍体って言うんですよね、3倍体。ね、まあ、よく出てくるのはバナナとかね、種なしスイカね、あれは3倍体ですね。あのね、ね、本当はね、アメリカでね、アフリカとか行ったらね、バナナってね、中に種めっちゃ入ってるんですよ。めっちゃ種入ってて、しかも甘くないんですよ。ね、噛んだらガリみたいな、種みたいな感じなんですよ。ね、でも、ね、あれを 3N っていうね、これ3倍体にすることによって、ね、3倍体ってね、染色体がうまいこと分離できなくて、元素分裂できなくてね、次の次世代を残せないっていうのを皆さん知ってると思いますね。それを利用してうまいことね、種をなくしてるんですね。で、あとね、これがさらにね、まだ23本増えたら4倍大でね、4で、全部で92本ですからとかね、なったりするんですね。こんな風にね、まあ大体4倍大ぐらいですかね、出てくるとね、こんな風にここが基準になってね、この 2L っていうのが基準になってて、それの半分だから半数体ね。これね、1倍体って言いたいです。1倍体って言いたいけど、1倍体って言わないんですよ。残念ながら、これを基準にしている生物からすると、こいつは半数体です。ね、まあ、1倍体のやつ見ますよね。例えばね、酵母菌とかだったら、たまに1倍体のやつ見ます。ね、酵母菌いろいろいるんでね、種類。ね、それ1倍体のやついたりとか、ね、赤パンカビ、皆さん知ってる赤パンカビとかも1倍体です。ね、それ1倍体っていうね、この状態を基準に生きてるやつは1倍体。こいつを基準に生きてるやつからしたら、こいつは半数体ということです。はい。で、コルキチン、次、コルキチンの話。コルキチンはね、皆さんも知ってますね、ちゃんとね。細胞分裂するときに、防水体をね、形成するのを阻害するのがコルキチンですよ、っていうのを皆さん知ってるはずです。そこじゃないんです、今回言ってるのは。ね、今回、ね、注目してほしいのはそこじゃなくて、ね、このコルキチンって穴目のね、手前のところ見たら、ね、犬サフランのね、球根から取りましたよ、とか書いてますね。そこね、ちょっと頭だけ入れてください。ね、2014年にね、こういう名前の生物出てたんですよ。ね、これ知ってますか？オガンクラゲ。ね、オガンクラゲ、ね。これ穴埋めさせる問題だったんですよ。こいつって GFE ってね、よく分子生物の、ね、実験とかで使うね、タンパク質があるんですけど、こいつを取ってきたのが、抽出してきたのが、このオガンクラゲってやつから抽出してきたんですよ。で、なんでこのオガンクラゲっていうのをね、まあ知ってないといけないのかどうかちょっと怪しいですけど、GFP をそもそもね、その教科書に、ね、載ってるかどうかと言われるとちょっと怪しい部分もありますし、ね、さらにね、それを抽出してきたやつがね、オガンクラゲですよ、それも載ってるはずがほとんどないですね。ほとんどの教科書に載ってないはずです。ね、でもこの GFP を取ってきたのは、生物は何ですか、オガンクラゲって答えさせる問題が出たわけですよ。だったら、コルチンなんかね、こんなんよく、教科書に載ってるようなワードですから、こいつどっから飛んできたんですか、出てもおかしくないですね。ですから、犬サフラン、今回ちょっと、この講義ね、受けた人は頭の片隅に犬サフランだったなってね、ちょっと覚えておいてもらえると、もしかするとどっかの時点で、ね、役に立つかなと思います。はい。とい
という問題でした。はい。じゃあ次行きましょう。次、問い2番。問い2番は、問題を読んでみると、河川 A について答えよう。で、カッコ1。出植物で次の丸1、丸2、丸3に相当するものは何か名称を答えようってですね。で、丸1番が雌性配偶体、丸2番が有性配偶子、丸3番が雌性配偶子って書いてますね。はい。これは生活感の話ですね。生活感。新家庭。新家庭の教科書だとね、研究とかね、発展とかね、そういうので教科書に載ってると思いますけど、ね、この生活感のところね、割と出るんですよ。ね、なんか重箱の隅つくような知識ですけど、出るんですよ、割とね。なので、まあ、今回ね、ここで覚えててください。ね、教科書とかね、わざわざ開いてもらうのはめんどくさいと思いますからね、まあ、今回ね、授業プリントのところにしっかりね、生活感のやつ入れてます。ね、生活感、陸上植物の生活感とか言ってね、一番最初に陸上植物の生活感まとめたやつが書いてあって、で、その下にね、後継植物、シダ植物、種子植物と書いてあると。ね、あ、種子じゃない、皮脂植物と書いてあると。なんでこれラッシュ抜いてるんかなって言ったらね、ラッシュ植物って、ね、ラッシュ植物の有性配偶子。青と有性配偶子。有性、お、性、性、性。よいしょ。有性配偶子。有性配偶子って、2種類ありませんか、ね、普通にね、普通の松とか、松みたいな系統のやつと、ね、胃腸素鉄で、胃腸素鉄系統。ね、胃腸部ソテツの系統で、ソテツってなんですかね、ソテツですね、ソテツの系統で、ね、配偶子違いましたね。こっち側は松は正細胞、松は正細胞、松は正細胞でしたけど、ね、胃腸ソテツの方は精子でしたね。この3で精子、使ってるのかなって言ったら、これはシダ植物から進化してきたっていうことで精子を使ってるんですよね。ということでしたから、ね、このラッシュ植物の場合はね、こんなふうに簡単にね、今そこの皆さんの手元にある授業プリントの図みたいな感じに綺麗にまとめられないので入れてません。まあ、まあ、この精細胞のところがね、まあ、精細胞、皮脂植物のね、精細胞のところが胃腸素鉄では精子に変わるよぐらいの感じで覚えててくれれば OK です。ね、はい。で、皆さんね、その授業プリントに入っている生活感のやつを見ながらでいいですから、ね、ここ、わからなかった人にパッパッパッと埋めてください。ね、パッパッパッと埋めると、パッパッパッと何かね、ちょっと考えてみてください。ね、はい。まあ、じゃあね、まあ、答え入れていきましょうか。丸一番。丸一番、まず、雌性配偶体ですね。種子植物による雌性配偶体。種子植物における雌性配偶体ってことですから、ね、授業プリントの23ページの上の方にね、丸3番で四角囲ってるところで、必植物って書いてますね。そこのところの雌性配偶子に当たるやつは何かなって書いてあるかなって言うと、肺のって書いてますね。肺のです。肺の。で、次、丸2番。丸2番は有性配偶子ですね。有性配偶子。ね、これはくせ者なんですよ。ね、必死植物。必死植物って聞いてくれたらいいんですけど、ね、種子植物って今回問題で聞いてますね。はこの種子植物ってラッシュ植物含んでるじゃないですか。ラッシュ漢字で書くのがラー書くのがね、ちょっとめんどくさいのでラッシュカタカナで書かせてもらいましたけど、ね、このラッシュも含んじゃってるわけですよ。でさっき言ったラッシュ、ラッシュはね、精子の場合とね、精細胞の場合があるよって言いましたね。精子の時と精細胞の時とあるよって言いましたね。ですからこれ どっちか言ったらいいね、必植物はもちろん精細胞ですけど、もうこれどっちがいいかなって迷いますよね、きっと。まあ何も考えずに精細胞って書いてくれたらそれはそれで別にいいんですけど、ね、今回は、まあ、種子植物って聞かれてますけど、まあ、この種子植物全体として、ね、まあ、精細胞使ってるやつと、ね、精子使ってるやつとどっちの方が割合として多いかなって考えたり、ね、考えて答え書いてください。まあ、圧倒的にね、陸上植物は、その辺生えてるね、木とか、ね、見てもらったら分かると思うんですけど、木もこちらなんですよ。ね、イチョウ並木とかね、松いっぱい生えてるとことか歩いてもらったらちょっと話別ですけど、ね、その辺見たら、大体こっちの必植物なんですよ、いるのが。で、それだけね、よく目に触れるやつが必植物ってことは、要はいっぱいこいつがいますよってことですから、ね、まあ、割合としては、精細胞、ね、全体としては、精細胞と精子と、割合としては、使ってるやつは、精細胞使ってるやつの割合として多いので、まあ、今回ここの答えは精細胞とさせてください、ね。答えのね、回答欄が2つあれば、
2つあればね、性細胞、精子両方書いてあげたらいいかなと思うんですけど、まあ、おそらくね、ここは回答欄1個だと思いますから、ね、性細胞だけ書いておきましょう。はい、次の丸3番です。よいしょ。よいしょ。丸3番。丸3番は、姿勢配偶子ですね。姿勢配偶子。姿勢配偶子はね、もう、有性配偶子が性細胞だったら、もう姿勢配偶子、卵細胞っていうのは分かりますね。精子と卵が、ね、対応しているのと一緒で、ね、精細胞と対応しているのは 卵細胞です。卵細胞。はい、終わりですね。はい。じゃあ次、過去に参りましょう。過去には。過去には、また、いい植物、アナメのいいは苔でしたね。苔。苔でした。苔植物で配偶体に相当するものは何か名称を答えようですね。はい。これはね、正直覚えてなくていいと思います、ね。これ覚えるぐらいだったら、シダ植物の配偶体覚えてください。ね、シダ植物の配偶体の名前は、全葉体です。全葉体。全葉体。ね、きっと資料集とか見たらね、なんかこんなやつあるんですね。こんななんか写真が書いてあって、ハート型のやつになんかヒゲ生えてる。ハートにヒゲ生えたようなやつ、こんなやつが写真に載ってると思うんですけど、ね、こいつのことを全葉体って言うんですよ。で、こいつの下側のところで精子を作って、上側のところ、このくぼんでるところね、くぼんでるところあたり、このあたりで卵細胞を作ってるというのをちょっと頭の中に入れておいてほしいかなと思います、ね。はい、っていう感じですね。で、こっちの今回ね、聞かれてるのはシダ植物じゃなくてコケ植物なんですけど、まあ、シダ植物、そういう苔植物、さっきも言いましたけど、シダ植物のやつのこっち、覚えるなら覚えてください。ね。もう、苔植物の方は別にいいです。答え今から書きますけど、別に覚えなくていいです。ね、答えは、葉状体です。葉状体。はい。葉状体。名前、なんか似てますけど、似てますから、混同しないようにね。それだけです。ね。全葉体の方をこっち覚えるならこっちを覚えてください。はい、で、まあ、シダ植物の配合体が全葉体っていうのを覚えて、で、さらに葉緑があれば、ね、下の方のね、ヒゲ生えてる方で、ね、精子作ってて、上の方のくぼんでる方で卵細胞作ってるんだなってこともちょっと加えて覚えておいてもらえるといいかなと思います。はい。じゃあ次行きましょう。次、問い3番です。よいしょ。問い3番、カッコ1。あ、問い3番、まず問題を読みましょう。次のカッコ1とカッコ2の問いに答えようと。で、カッコ1。カッコ1は、河川 P について次の問いに答えよう。植物、必植物9種は 2N イコール4。その近縁にあたる必植物 R 種は 2N イコール6とする。それぞれの種の体細胞分裂周期の図を、ね、で様子を図1に示すと。で、両種間での主観雑誌が得られた場合、原数分裂、第一分裂、周期の様子を次の図、丸1から丸4から1つ選べということですね。はい。まあ、これはね、なんかわざわざ図1与えられてますけど、この図1なんか見ながらやってダメですよ。見ながらやらなくていいんですよ。ね、最初の問題文のところにね、必植物9種は 2N イコール4、R 種は 2N イコール6って書いてますから、それを元に解いていきましょう。まず、上の方をね、9種としましょう。9。の方で、下の方をね、皆さんの授業文章で、ね、なんか四角だけこんな書いてありますよ。ね、やっていきましょう。はい。まず、9種の方は 2N イコール4ですか。2N イコール4。なので、染色体の数は全部で4本。で、2N ってなってますからね、同じやつが2本ずつあるんですね。はい、こんな感じ。ね、9種の方はこんな感じ。で、2N イコール4ですね。で、下の R の方。R の方は 2N イコール6でしたね。2N イコール6。ね、2N イコール6。ということで、よいしょ。
全部で6本、うん、大中小と書きたいですけどね、この辺にこの辺から書き始めると書けるか、あ厳しい厳しいですね、これが難しいですね、ちょっとどうだろうかな、よいしょ、ごめんなさい、ちょっとちっちゃくなります、ちょっとカメラさん寄ってあげてください、はい、2n イコール6、はい、大中小みたいなね、で、Q の方は 2n イコール4でしたから、全部で4本で2セットずつ、2セットずつね、こっち側も6本で 2n イコール6だから2セットずつ、2セットずつ、2セットずつね、なんで、というわけですね、2セット、うん、2本1組ですかって言い方なんですね、2セットだったらね、なんかね、同じやつの塊がなんかみたいな感じになっちゃうんですから、ね、2本1組、ね、でこいつを原数分裂させて、で、まあ、主観出しているわけですから、原数分裂させて交配するわけですね、で原数分裂させてあげましょう、ね、原数分裂したらどうなるのかなって言ったら染色体半減ですね、染色体数半減でよいしょ半減してよいしょよいしょよいしょ、半減してるのになぜか2本書いている、ここはよいしょよいしょ、よいしょ、はい、見えますか皆さん、ね、こんな感じですね、でこちらを交配してやる、交配してやって、交配してやったらまあそのまま染色体ね次の世代に移行するわけですから、それからいただけるだけ、まずは赤の方からいきますか、赤、ね、9の方からいきますか、で青の方は3本分ですね、3本で大中そうですね、はい、うん、なんか最後のことも変わらなくなっちゃいましたね、でこんな感じになると、でこいつね、こういう主観雑誌が得られましたよと、でこいつを原数分裂第一分、こいつがね原数分裂をした時のね第一分裂中期の様子を書いてくださいよって言ってます、様子をね選んでくださいよって言ってますから、あ皆さんねちょっと今から僕ここに書き加えますけど書かなくていいですよ、ね、この状態にしてください、ね、複製するわけですね、大原数分裂しようと思ったら複製するわけですから、これがまた増えるわけですね、こういうふうに。ね。よいしょ。で、よいしょ。よいしょ。で、こうなるわけですから、ね。こんな風な染色体の組み合わせになってるやつを選んであげればいい。ね、ちゃんと赤道面にね、中期ですから、ちゃんと赤道面に一直線に並んでなってるやつを選んであげればいい。というわけで、そういうやつの選択肢を選んでやると、何番ですかね、3本、2本。2番ですね。丸2番。丸2番。あれ、回答を書く場所。この辺に書きますか。丸2番。よいしょ。というわけですね。はい。で、ちょっとこれは消して。よいしょ。さっき、なんか僕、2n イコール、なんか46とかなんか、そんなやつの例でなんかお話しましたけど、こういう状況になってる。ね。こういう状況になってる。ちゃんとね、2本セットに、ね、2本1組のね、セットが揃ってないんですね。ってことは、これって、画素としては N になってるか、ね、2本ちゃんとセットで、2本ちゃんとセットで揃ってる、こういう時が 2N なわけですから、2N なわけですから、揃ってない。ね、揃ってない、こういう形成の場合は N ですね。で、こっちはね、複層って言って、こっち側はね、単層って、ね、単層。はい。単層。なんか同じようなね、言葉の、同じようななんか、N とかなってましたけど、さっきはね、2N を基準にして、ね、それがね、半分のやつだったら半数体だよとかね、なんか 1N のやつをね、基準にしてたら1倍体だよとか言いながら、ね、今回はね、2N のやつ、ここが複素でね、こっち1個 N のやつがね、単素だよとかね、なんか N で、同じ N でもね、1倍体だったり、半数体だったり、単素だったり、なんかいろいろありますけど、ね、もうそれいろいろあるけど、それ一つ一つね、ちゃんとしっかりとね、定義を確認しておきましょうね。まあ、今ここでね、定義確認してないですけど、用語集とかね、調べたらちゃんと載ってますから、その定義はしっかりと頭の中に入れていきましょう。はい。それではね、今回の授業はこれで終わりなので、次の動画へ行きましょう。